次は環状通り東、環状通り東、降り口は左側に変わります。 The next station is 環状通り東。車内で不審物を発見された場合は必ず乗務員に連絡してください。なお緊急の場合は各車両に設置している離職通報を確認してください。次は東区役所前、東区役所前、降り口は右側に変わります。 The next station is 東区役所前。携帯電話やスマートフォンなどは専用席とその前のつり革の位置での電源をお切りいただくか、電波を発信しない状態に設定の上ご使用をお控えください。またそれ以外の場所ではマナーモードに設定通りで通話は止めてください。東区役所前整形外科はこちらです。次は北十三条東、北十三条東、降り口は左側に変わります。 The next station is 北十三条東。青色の座席はお年寄り、体の不自由な方などの専用席になっておりますのでご協力いただきます。停車の際は乗降口付近を広く分け、お料理の妨げにならないようご協力願います。まもなく北十三条を東、降り口は左側です。開くのは足元にご注意ください。札幌脊椎外科
きの方はこちらでお降りください。次は札幌、札幌、降り口は右側に変わります。南北線へお乗り換えの方は青色の階段を、 JR 線へお乗り換えの方は後ろの黄色の階段をご利用になります。南北線、麻布方面へお乗り換えの方は札幌駅のみが乗り換えになります。ご注意ください。 The next station is 札幌。Please change here for the Nanboku Line and JR Line. 事故防止のため、急ブレーキをかける場合がございますので、お立ちの方は、スリッパ、または手すりを使ってください。お仕事探しのキャリアバンクへお越しの方はこちらが便利です。